そうですね。まあ生きるってことは何か他の生命を、まあ、吸収してるってことなんですよね、養分として。まあ、それが魚ならかわいそうじゃないけども、犬や猫だったらかわいそう。これは感情のなせる技なんで、それはいいんじゃないですかね、命に格差がついててもね。私はどちらかというと命には格差がはっきりとあると思ってる方なんですよ。で、格差があるからこそ平等を願ってるんじゃないですかね。平等だ公平だっていうふうに本当に信じてるなら、その言葉すら出ないはずなんですよ。でも平等ではないし公平ではないし格差があるってことをしっかりと受け止めてるから、そこに疑問を持ったり格差をなんとかね縮めようと思って這い上がる努力をしたり、自分が転落したっていうふうに意識するんじゃないかなと思うんですよ。なんか妙な感じでごまかしてると思うんですよね。で、私はもう格差が絶対にあると思うし、人間が対等であることはありえないと思うんですよ、うん、あの本当に生まれておぎゃーと生まれた、うん、まっさらの命としてはきっとどっちが重要ってことは測れないと思うんですよね。測れないと思うんですけども、こと社会に生きてるに限っては結局誰かが生きるために誰かが道を譲ってる、まあその構図はどう見ても変わんないんですよね。だって誰かがあの入社試験もしくは入学試験に合格しました、おめでとうでしょ。おめでとうなんだけども、その代わり誰かがそこにその分だけ入れなかったはずなんですよ。どこにでも定員がありますからね、どんな世界にも。底辺バイトって言ってね、意味嫌われてる会社がありますけども、じゃあそこにすら入れない人はどうなんだってことと、そういう会社ですら存続していて、底辺バイトとか零細企業とかブラック企業ですら成り立たなかった、その市場原理から漏れた人たちはじゃあどうなってるのかってことはあんまり考えないですよね。ブラック企業が大変だとかね、悪いとかいうのは簡単ですけども、じゃあたくさんあるひしめき合うブラックの中でブラック企業という立場すら得れなくって崩壊して去っていった会社や経営者や人たち、そしてそのブラック企業ですらお客さんがいるって現実、考えれば考えるほど、まあ、不条理だなと思うわけなんですよ。だからそのすっきりしない不条理を、感情という物差しをたまにはね掘り出していって、時には理論で武装してなんとかかいくぐって生きているっていうことなんじゃないかなと思いますね、うん、今日はそんなところですかね。いってらっしゃい。